どうもじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。ということでね、今日もバトペ2やっていきたいと思います。はい、今日はサンジョルディの日なんだって。サンジョルディの日、花を贈り合うらしいよ。なので私はおすすめ漫画を所望いたす。訓練内容を選んでね。あ、欲しいのね。サンジョルディの日らしいですね。はい、ということでね、ガチャ引くためのトークンですねが揃ったんで、ちょっとガチャ今日は引きたいなと思います。はい、 50% オフなんでね、15枚でもあったんで、きっといいのが出るかなと。今あのギャン A オースというのが当たるみたいなんですけどもね、なんかいいの出るかな。10連ガチャですからね。はい、なんだろうね。最初は皆さんもやっぱ半額の時とか狙ってるのかな。赤ビームサーベル強化型なんか持ってるみたいだね。1個ぐらいいいのを当たってほしいな。できればあれだな、あのホワイトディンゴのジムスナイパーが欲しいな。あ、ギガン、おギガン結構ね使ってる人多いような気がしますね。可愛い機体ですね、ギガンって。どんどん行きましょうね。赤リックドームツバイ、これこの間あれだね、箱から出たんだよね。箱何、あのなんか調べに行く人たちから出たんだけどね。お、なんやこれ、誰の武器やろ。ワンブ三連装ガトリング、誰の武器でしょうね。一回ぐらいなんかあの色違うの出てほしいな。ジムコマンド、なんかパッとせんな。前回はね10連やった時にケンプファーが当たったのかな、当たりですよと教えてもらえたんですけどね。違う色のそろそろ来てくれ。全然来ない全然来ないんだが。寒冷地使用マシンガン、これはあれか、カネチ使用ジムのやつですね。めっちゃ速いやつだね。ドババ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 って。お、なんか期待値高そうな演出になったよ。お、金色の箱や。おおおおお、なんやろ。おお、うん、強いのこれヘビーガンダムだね。支援機なんかな。ほうほうほう、これは当たりでしょうか。お、さらにさらに重ね掛けですね。なんだろう。あ、シルバー、シルバー何やろ。サーフマシンが、はい。お、さらに演出がさらに素晴らしいですよ。3連続ですね。後半に待ってましたね。なんだろう、ロボット来い。あ、アクトザクのビームライフル出た。お、やったね。アクトザクメインで乗ってるんでこれは嬉しい。初めて出ましたね。早速使っていきたいな。はい、特盛りなんかな。ヘビーガンダム、おー、どういう機体なんだろう。現在交換不可、出ましたね。アクトザクのビームライフル、一発でよろけ取れるっていうのでは、これありがたい武装ですね。90ミリザクサブマシンガン、ピクシーはまだ持ってないんでね。これ誰の武器だったんだろう。あ、イフリート、あー、はい、ガイド違うな。ここでは見れないのか、性能とか。はい、ということでね、10連ガチャの結果は金の箱1つと銀の箱2つでしたね。ギガンもちょっとね気になってたんでちょっと嬉しいですね。はい、ということでね、10連ガチャ、皆さんもね良かった人悪かった人いると思いますけどもね、またコツコツ貯めて10連ガチャ引けたらいいなと思います。実際も今無課金ですのでね、はい、ちょっとずつ強くなれたらいいなと思います。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。